ひろちゃん。うん。ちょっと。橋本さん来とらんすけ。え？橋本のおちょおばちゃん来とらんすけ。ちょっとあんた顔出さんな。いやいや、いいて。なんでいいてって。わざわざ家に来とらんすだけあんた。家におるんだけん、ちょっと顔出すだけだ。え、おるって言ったもん。おるって言ったって、おるって言うよ、そら。嘘つかんよ。自転車もあるし、あんた野球部のバッグとかもあるとだけん。あ、ヒロ持っとねえって言わせるけん。今部屋におるけん呼んでくるって言うたけん。ちょっとだけだ、ちょっとだけ。いや、ちょっとだけですまんや。挨拶してそのまますぐ帰ってこられへんやんか。言いたいぞ、いやー、1、2時間も2時間もらすわけじゃないけん。いや、もう減ってまして。もう。寝てるとか言うといてよ、もう。なんでね、もうわざわざ家来とらせてから。家来とっとね、あんたは。挨拶もせんでから帰らすとね、もう。失礼かた。あんたどれだけ橋本さんのところにあんた小さい時からお世話なっとるね。野球の試合も毎回応援しに来てくれてから。長なんねんって。もう長なりでも今お父さんが話しよらすけん、リビングで。言いたい、もうちょっと行ってから久しぶりですって言って野球どがんねとか聞かすぐらいだ。それが長いね。もう抜けづらいやんか。もうもう言いたい、抜けづらいならそのまま下に追ってからちょろっと30分ぐらいだもん。ちょろっと30分、いや30分じゃ済まへんって絶対。もういいだよ、もう来とらすとだけ、わざわざ。お父さんももう呼んでけって、ヒロが呼んでけって言わしたったけん。お土産とかも持って来とらすってから。もうでも何で好きあんた分からんとね。いやいや、もう分かってるけど。家に来とらすとだけ、ちょっと挨拶するぐらい当たり前のことでしょ。もういいって、もういい時間で帰らせても分かっとるはず。じゃあ、ほんと帰らせて、いいタイミングで。なんでお母さんが帰らせるねん。それ分からんって、もしかしたら、じゃあ夜もご飯まで食べて帰ってくださいって。それはな、長いって。それは分からん。全然上がってこれへんよ、お前に。お父さんの会社の先輩だけん、もう。それはお母さんは分からんって時はなるか。な、ちょっと、今晩ご飯食べ行こうって、お店に飲み行く流れになるかもしれんし。な、もううちで一緒にご飯食べましょうって言って、うちで飲ます流れになるかもしれんけど。ただちょろっと近くば通ったけんがあって顔出させただけかもしれんけん。もう分からんけど、もうはい、もうはよ、もうそういうのはもう協力して、もう。